はい、田沢市の133日目ですね。いやー、3連休の中日ということで、ゆっくりしてたらもうすっかり夕方になっちゃった。夕方から何か始めたところでね、と思うんですけど、ちょっとねネタを仕入れにホームセンターに行ってこようと思います。ただね、帰ってきた時にはもう真っ暗になってるのかもしれないので、今のうちに少し今の現状をね残しておきましょう。ピーマンがたくさんなってますね。ピーマンはなんかなったら取ってます。ナスビが、まあ、ちらほら育ってますね。これはまあもう少しかな、もう少しで取れそうですね。結構ナスは秋ナスになってますね。で、台風の影響なんですが、こちらモロヘイヤがすっかり倒れております。すっかり倒れております。台風の現場からみたいな感じになってますけどもね、直そうや。はい、こんな感じですね。変わらず唐辛子すごいね。やっぱね、植えとくといいもんだね。唐辛子はね、植えとくとどんどんできてくる。そしてこれはあれですね、見てくださいよっ。これがおそらくあそこにたくさんいるカメムシの卵でしょう、多分ね。こういうの、このあのカメムシのいるところにこの卵がいっぱいあるから。この卵が帰ってるところは見たことはないので、まあ一応無害なのかな。あんなところにカマキリ様がいますね。カマキリ様の郵送をこのカメラで収めておきましょう。おー、惜しいですね。こいつは絶対逃げないからな。絶対逃げないから致死率高いと思うわ。むっちゃ鳥に食われてそうだよね、カマキリってね。はい、ということでちょっとお出かけしていきます。ネタを仕入れていきます。